早漏世界記録保持者ソクハテ・スグイキーは、早漏の世界大会ワールドスピードオルガズム WSO1991 年大会決勝戦でアジアの強豪ミコスリ・ハンと対戦した。用意スタートのピストルとともに両者絶頂、勝敗はビデオ判定に。合図のピストルが鳴り 0.1 秒であれをこすり絶頂したハンに対し、スグイキーはあれを出すどころか触ることすらせず絶頂に至っていた。オナニーに手はいらないと言わんばかりのプレイに観客と審査員は感動。早いことは欠点ではない、どんなものでも極めれば必ず君を輝かせる。チャンピオンの言葉が世界中に勇気を与えた。